人間の生命は永遠不滅であると切々と語られます。私のこの長崎の皇帝の前に、だいぶ老寿である老いたる木であるところの渋柿の木があるのであります。それは先日まで美しく柿の実をならして、そして神の作りともまた循環の法則に従うと美しく彩っておりましたが、ある日一夜明けてみると芽がその果実はどこかへ行っているのであります。それは信徒の役割を持った人がその果実を収穫してそれでピッと顔を向いて、そしてどっかに空気にさらしてやる。それは無残なもんですな美しいように見えて喜んでおったらいつの間にか首を切られて顔をむかれて火に照らされて干されて、気の毒なことだなと思うけれども、そうではない。それはなお一層来たる年にはもっと数多く、もっとおいしい柿の実がなる準備がちゃんと準備されているのであります。来年になる柿の実が今は見えないけれども、もう今年の柿の実よりももっと立派に数多く美しくおいしくそれが生まれてくるようにちゃんとなっているんです。その過程を我々知らないもんですから、だから秋が来たら柿の木は葉を落とし身をちぎられてかわいそうだと思うけれど、そうじゃないんです。現世界のものはそのような春夏秋冬の循環の時期に適する姿を表してやがて消えていき、そしてまた躍動し美しい柿の新芽を表すのであります。私は今まで柿の新緑というものがどんなに美しいものであるかということを知らなかったです。ところが今年の春、ちょうど皇帝の前にあるその柿の木が新緑の芽を表したのであります。それを見たときに、万田の桜が咲いているよりももっと新鮮な感じがする。緑の若葉がですね、ざーっと花咲くよりも美しく広がっているのであります。我々は現世界のものに宿っている命は、すべて現世的なものは年を振るに従ってその時期相応の形になって散ってしまいますけれど、散ってしまうのはなくなったんじゃないんです。我々ももうやがて地上から姿を消すであろうと思いますけれども、悲しむことはない。あの柿の新芽が春の花咲く桜よりも美しく緑の新緑の葉を広げてくれるのと同じようにですね、我々は永遠に死なないのであります。皆さんも死なないのであります。永遠に死なない。神様は
無量寿の命でありますから、すべて命を与えた者の命を殺してしまうなんていうことは決してないのであります。必ずその命はまた新しい新緑の美しさと同じような元気はつらつさる美を持ってこの世界に現れ、地上、我々人間ですから言うんですが、地上人間の幸福のために、栄のために、美しさのために貢献するような子子孫孫を次から次へと生み出していくようになっているのであります。まあ、いつかはこの地上から姿を消すように見えたので、谷口正治はとうとう亡くなられたと思う時が来るかもしれんけれども、決して亡くならないんです。またお目にかかります。皆さんもその時にはまた別の立派な生き生きとした姿で現れておられて、そして再会、再び会うことができるのであります。再びどころではない、何回でも。 神の子たる我々は深淵深く、全ての人々に、一度会った人に別れるということは決してないのであります。まあ、そういうように生命の実相という方向から見るとですね、人間は死なないものだということがわかるのであります。皆さんも死なないのです。私も死なないのです、ね、そしてまたたびたびお目にかかる機会が来ますから、その時にやはり今日のごとく大勢集まって、いや今日よりももっとひどい会場ができて、そこに集まってご挨拶を申し上げ、その挨拶を受けてくださることになると信ずるのであります。私の誕生日の祝いにこういう話をすることは、私は誕生した時に生まれたのではない、またずっと前から生まれて、またやがて死ぬ時があっても死ぬ時はないのである、永遠の命であるということを皆さんに知っていただき、私の命が永遠の命であると同じように皆さんも永遠の命であるということを知っていただく、これが生命の実相の悟りであります。こんにちは。私の誕生祭に